はい、こんにちは。今日はね、パラレルワールドの話でございます。なんとですね、秋田の回転寿司チェーンでパラレルワールドからやってきたある食材が今話題になってるんですよ。それはもともと北海道で採れたらしいんで、北海道の方に問い合わせたら、これはなんでそうなるのかわからない、もしかしたら異次元から来たね、地球を真反対にした左右逆転の鏡の中の世界からやってきた貝じゃないかって言われて、その貝なんですよね。で、この巻き貝の特性上、右巻きと左巻きってないんですよ。で、右巻きしかないはずなのに、今回左巻きのやつが来たんで、これは宇宙人からやってきた、なんか何かしかの生物なのか、それともマッドサイエンティストかね、ドクター・ステインが作った、まさにハロウィンなのかね、もしくはパラレルワールドがやってきて、なんかこのね、私たちの住んでいる地球をかき乱そうとしてるのか、そう陰謀が見え隠れはしてないらしいんですけども、まあ突然変異だろうということでした。リンクつけておきますんで見てください。いらっしゃい。